こんにちは、しますです。今日は DIY 初心者の方が最初に買う工具の一つであろうノコギリ。マンションみたいに音が出せない環境でも非常に頼りになる道具です。とは言ってもまっすぐ切ること自体が非常に難しい道具ではあるんで、ごくごく簡単な工夫でどんな人でもどんな初心者の方でも非常にまっすぐきれいに切る方法、そのアイデアというのを紹介していこうかなと思います。こちらよくある替え刃式ノコギリ、これでまっすぐに材料を切るには手をね、まっすぐ引く必要があります。今まっすぐ引けてるでしょうか？引けてませんよね。柄の部分を持って刃をまっすぐ動かすなんてちょっと無理があると思いませんか？私にはね、無理ですね。だからまず諦めます。諦めるところから始めます。替え刃式のノコギリっていうのは柄の部分を持ってこうやることで刃が外れます。とりあえず諦めたので、次にどうやったらこの刃をまっすぐ動かすことができるかを考えます。ここにちょうどいい端材がありましたので、ここに乗せてこう動かしてみます。まっすぐ動いてますよね。多分手で持って動かすよりまっすぐ動いてます。例えばこの状態でこのような端材を用意して、このように動かすだけで手の子だったら絶対できないような直線のカットが簡単にできるわけですね。とりあえず簡単に切れ目を入れてみましたが、こういう感じです。フリーハンドの手の子でおそらくね、ここまでまっすぐきれいにカットすることはほぼ不可能なんじゃないかなと思うんですよ、 DIY では。それね、まずこの取っ手を使ってカットすることを諦める。そしてちょっと工夫することで非常に簡単にまっすぐ切れるわけです。今回はね、この考えをベースにいろんなカットを紹介していこうと思います。まずこれだけのものを用意しました。これが取り外したノコギリの刃で、これがベニヤ板、同じサイズを2枚、 60mm×300mm で、厚みが 12mm ですね。で、この厚みが 0.54mm ぐらいで、ノコギリの厚みが0.6 ぐらいなんですよね。まあノコギリの厚みってだいたい 0.6mm なんで、それに近しいぐらいの厚紙ですね。紙じゃなくても OK です。でね、このノギス、デジタルノギス、これステンレス製のやつを、まあ、3000円ちょっとか4000円弱ぐらいで売ってるんで、初心者でもね、これ絶対持ってた方がいいんでおすすめします。じゃあちょっと簡単に工作していきます。これ剥がせる両面テープですね。で、これでベースが完成しました。これを使ってあらゆるカットを行っていきます。それではこいつ単独でできるレベル1の小口カットをやっていきます。このホームセンターで買った杉を切ってみます。厚みがだいたい 20mm ぐらいありますね。で、ちょっと仮に隅をつけます。 20mm ぐらい、まあこの辺、まあ、ちょっと簡単なホゾを作るようなカットをしてみます。ここのベニヤが 12mm なんで、だいたい下からまあ 12mm 弱になるかな、のところが切れます。これをこっちとこっちで切ってみます。こんな風に切れました。これをひっくり返してもう一回切ります。これひっくり返しても厚みが一緒なんで、まあやりやすい体勢で接
することができます。こうしたりね、こうでもいいし、こうでもいいですね。というわけでそれっぽく切ることができました。非常にまっすぐ切れたかなと思います。でこいつだとこんな風に切ることはできないんで、レベル2ですね。用意したのはこの適当な 2×4 材。ここに適当な端材をちょっとこう出っ張るようにして、でサンドペーパーこの辺に貼り付けます。でここ作業台の横っちょです。こう段差になってます。ここにねちょうどこういうふうに来ます。でクランプで固定して、で最初に作ったこいつを持ち出してきて切ります。試しにさっきの材料の反対側をこのラインで切るとします。その場合を当てるんですけど、この欅線をさっきカットしたこの出っ張りとこう大体合わせることで、まあ大体同じ位置をカットすることができるはずです。でこいつもクランプで固定します。まあある程度力の強いクランプがいいですね。この概要欄に載せておきます。で、あとは切るだけですね。うん、切れました。こっちのガイドとほぼぴったりの位置が切れてますね。どうでしょうか。手でカットしたにはかなり綺麗かなと思います。ほぼ直角に切れてますね。最初に加工したこいつのこっち側を切り落としてやれば簡単にホゾみたいなものが作れますね。こんな感じですね。ちょっと残ったところはもうのみとかでちゃちゃっと削ってしまえばそれでいいのかなっていう感じですね。こんな感じですね。こういうちょっと長いやつのこっち方向のカットも可能です。ちょっとやってみましょうか。同じようにカットします。このぐらいの長さになると手の子だと本当難しいですよね。ちょっとこの辺割れましたけど、まあ当たり前ですけど非常にまっすぐカットできていますね。フリーハンドだと本当難しいし時間かかると思うんですよね。ちなみに今回作業台の横っちょにこんな風につけてますけど、こういう都合がいい面がなかったら 2×4 材をもう一個こっちにバンと置いて、で板をこういう風に固定したものを作れば、まあそれで同じようなことができます。まあもちろん精度っていうのは作り方次第ですけども、テーブルとかこういうところを探して使うっていうのが一番簡単かなと思います。で、こいつの活かし方っていうのは他にもいろいろ考えられて、例えばこういうふうなガイドを用意して、でそこに当てながらこうやって切る
みたいなことも全然可能ですよね。これもクランプなんかしっかりしてやればかなり正確にカットすることができるかなと思います。これを発展させていけばまだまだいろんなことができると思うんですけども、この方法はカットの深さが30ちょいに制限されるんで、ちょっと違うアイデアも紹介します。はい、随分謎めいた道具ができましたけども、これで何ができるかなんとなく想像がつくかなと思うんですけども、ちょっと使ってみましょうか。完全に初めてですけど、こいつをね薄く引き割ってやろうかなと思うわけですよ。こうやって、ただねこれ固定が難しいですよね。こっちを動かすか材料側を動かすか、どっちがいいかな。考えた結果、一番 DIY 的でシンプルなやり方をやろうかなと思います。普通の両面テープ。あ、足りない。こっちを足しとくか。瞬間接着剤も使った方がいいかもしれないな。で、とりあえず一番さんを信じてやっていこうと思います。ちょっとこっちの刃は少し悪くなってるかもしれないですね。いきます。熱い。一応ね、ノコギリの刃もいろいろあるんで、縦引きの刃を使う方が早いですね、この時は。でもこれでやっちゃいますけど。半分近くまで切ったんですけど、ちょっとしんどいからこの辺にしとこうかなと思います。サムネ用の写真撮って、とりあえずこいつがカットしたやつです。さあどうでしょうか。こういう感じ。ちょっと測ってみましょう。こっちの分厚い方は計算上ね12ミリぐらいになってるはずなんですよね。 12.52 12.57、12.87、 12.97、 12.8、 まあちょっとずれてますね。でもこの柄を使ってこういうふうに引き割りするのはもっともっと難しいはずなんですよ。こっちの切断面もノコ目はもちろん残ってますけども、結構綺麗かなと思います。これを素人が手のこでカットしましたって言ったら結構すごいかなと思うんですよ。こんな感じですね。サムネはもっと軸が目立った方がいいかな。というわけで手のこでまっすぐ切るアイデアをやっていきました。今回ね本当ぶつけ本番だったんであれですけども、作りながら思ったんですけども、こういう道具ってなんかもうすでに存在してそうな気がするんですよね。引き割りしようと思ったらやっぱこういう形に行き着いたりするんじゃないかなと思ったりするんですよ。まあ私はあのバンドソーとか丸ノコを使える環境にあるんで、まあ使うことはないんですけど、今日紹介した内容っていうのは発展性がいくらでもあるかなと思うんで、まあこのノコ刃自体もいろんなタイプあるんで、ホームセンターとか行ってこんなんできるかなとか考えたり、もうちょっと発展させたらスライド手ノコみたいなのも結構簡単に作れるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと考えてるんでまた作ってみるかなと思います。まあ結構コンパクトなもので、そんなに奥行きのない板をこうまっすぐスライドできるような、で自重で沈んでいくようなものを作るだけで、それはスライド手の子になるんじゃないかと思ったり。というわけで今日は手の子でまっすぐ切るのは非常に難しいから諦めて違う方法を考えようというお話でした。
あ、説明してなかったかもしれないんですけども、こいつもこいつもこうスライドさせて切るものは下にね、何かかさ増しをするものを挟んだり、それからあのカットする材料側に何かこう重ねることで、まあ、カットする位置を調整するっていうのが基本になるかなと思います。こんな風に高さの変わるテーブル機構みたいなの作れたら、そういうジグも作れるかもしれないですね。まあ、もうちょっと言うと、今回使ったノコギリって刃がこう開いている、これアサリっていうんですけども、アサリなしのノコギリの方が、まあ、切れるスピードは少し落ちるかもしれないんですけど、精度は上がるかもしれないですね。まあ、こういうジグを使うことで、どんな初心者の方でも私がこうやって切るよりうまく切ることができるかなと思います。というわけで、この動画があなたの DIY の参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。